リアム人事部の川上です。白石まなみです。鎌本です。本日は浜本さんに来ていただいてます。それでは自己紹介お願いします。はい、三井物産さんから内定をいただいた浜本翼と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。内定を取った ES を見せていただこうという企画でして、就活生はみんな気になるんじゃないですかね、どんなこと書けばいいか、じゃあちょっと早速 ES を見ていきましょう、はい、動画見てる方は一回動画一時停止してちょっとこれを見ていただく感じがいいのかなと思うんですけど理由は3つあるから始まるんですよね。はい、その理由としては、最初に論点が何個あるかって明示した方が人事の方が見やすいなと思ったからです。ひな型とかいうかテンプレみたいな感じなんですか。はい、テンプレです。テンプレ、あ、これテンプレなんですね。聞いたところなんですけど、2つか3つがベストらしいです。5つも6つもあったらちょっと見るの嫌になりますよね確かに人事の見る側からすると絶対そうですね、で1つ目はグローバルで活躍したい、2つ目が日本のものづくりを向上させたいと、まあでも1万人受けてたら9000人ぐらいここで行ってそうですよね、はい、はい、一貫してればそれでもいいんでしょうね。入社してやってみたいこと、ベンチャー投資、商社としてのビジネス領域の拡大をしてみたいっていうのと、もう一つが日本のものづくりを向上させるため。ここはやっぱちょっと人によって変わるところなのかなと思うんですけど、戦略あってのものなんですか、それとも素直に思ったことなんですか。戦略がありました、理由としては2つありまして、1つ目は総合商社が今新しいビジネスモデルをどんどんこう作ろうとしているので、その時にベンチャー投資をやりたいっていう人がいれば取りたいなって思わせるんじゃないかっていう考えを持っていました、2つ目としては自分の目標であるものづくりを良くしたいっていうのに貢献する一つのソリューションになるなって思いました、なので、ベンチャー投資っていうのをそこに書いてあります。なるほど。三井物産が欲しがる可能性が高いポストを事前に挙手してっていう作戦なんですね、はい、実際それが正しいかどうかは分かんないけど、でもそこまで考えようとしているって姿勢がまた評価されそうですよね、実際はなんかこう仮にトンチンカなこと言ってたとしても、そういう姿勢で取り組んでる人っていうのはなんか誠実ですもんね、はい、志望動機を3つ書いたところのそれに対して付随したものをちゃんと書ける人って少ないんで、それでいうとこのものづくりをこう向上させるためっていうのをちゃんと入社してやってみたいことに入れてるっていうのは一つのポイントには入りますよね。雑貨屋でバイトリーダーをしていて、前年比 0.9 倍から 1.1 倍の売り上げを達成した。今まで 0.9 倍の売り上げだったんですけれども、はい、自分がバイトリーダーに就任してから 1.1 倍になったっていうことです。ああ、なるほど。右肩下がりだったのが V 字回復したってことですね。そうですね。店の問題点を分析して解決したんですね。はい、単価を上げるために1人当たり 2,3 個しか購入してないことに対して積極的にアップセルを仕掛けに行ったと、これも買いません、これも買いませんかと、はい、Amazon でいうリコメンド機能みたいなのをリファラルでリアルでやったんですね、リアルでやりました。それによって 2,3 個だったのが、3,4 個に変わることで単価が上がったと、はい、数字使ってるのいいですよね、言っちゃなんですけど、めっちゃすげえこと書いてるわけじゃなくて、はい、ちゃんとシンプルに分かりやすく、ビジネスの本質をつきましたっていう内容が、なんかすごくしっくりきていいですよね、はいはい、実際この ES に書いてあった内容とか、はい、面接の中で聞かれたりしたんですか。あ、聞かれました。お、はい、実際この学生時代の内容とかが一番ですか。そうですね、それは間違いなく聞かれました。基本的には ES 通りのこう流れ、で説明した後に、そこから深掘られてくるので、それに対して論理的に発言することを心がけました。あ、この ES で書いたことをベースに聞かれるんで、はい、ここに書いてることが、偽りとかだと、コピペとかだと、はい、バレるってことですね。バレますね力を入れたことっていうところで、商売につなげてるっていうのはすごいなんか、商社っぽいなと思いますし、そうですね、実際そのどんなビジネスもこう席数かける単価とか客数かける単価とか掛け算して最終的に売り上げを編み出すっていうやり方を、コンサル会社含めてみんな同じ考えを分解してやってるんで、それをなんかこうシンプルに学生の目線でやってるっていうのが評価されたのかもしれないなと思いましたね。なるほど、そうですね。それはすごいあると思っておりまして、人事から聞いた話なんですけれども、最低限の論理力、そういった分解する力っていうのは見ているっていうのを聞いたことがあるので、
ぱりそういったところをこう意識してやると受かりやすいかもしれない、ちょっと思ったのはそのグローバルっていうところは結構薄いですよね、はい、だから普通にビジネスというか商売感覚でこう、商売っていう観点でこう ES を書いてるっていうのはちょっと意外だったという か、うん、なんかグローバルで活躍したいとか途上国がどうたらこうたらとか、海外推しじゃないパターンの ES ですね、これは。ありがとうございます。嫌じゃないですか、意識高いような感じして海外がどうとか言うと。それはザワユーの偏見だよね。ちなみにこれって他の商社でも同じようなこと書くわけじゃないですか、はい、大体通りました。落ちたところはないですね。ないんだ、すごいですね。だからこれも全部、私は日高屋でバイトしましたと。客数を増やすために店の外でビラ配りましたと。で、単価上げるためにお飲み物いかがですかって毎回聞きましたと。っていう感じでテンプレで使い回せるといいですね。本日はここら辺でありがとうございました。ありがとうございました。顔出ししてほしいな。